港公園は、茨城県上須市にある、茨城県営の都市公園である。鹿島港に面しており、高さ52メートルの展望台から、鹿島港や鹿島臨海工業地帯の工場群や、天候条件が良ければ、西側に富士山を一望することができる。展望塔以外にも、広さ7.5ヘクタールの敷地に、祖鉄やカナリーヤシなどの南国の樹木がおよそ8000本。 植えられており、季節ごとに色とりどりの花を咲かせ、芝生でゆっくりくつろぐことができる。毎年5月には、港公園ワクワク体験フェアを実施されている。地域住民や関係団体の共同による緑地の保全、緑化の推進を目的として開催。イベント当日は、展望塔を無料で開放している。港公園に隣接している、乗船場からは遊覧船。 有利化合が運行されている。また、冬季シーズン限定で、港公園の展望塔がライトアップされており、元日の1月1日に限り、朝6時から展望台へ登ることができる。なお、2021年4月現在、展望塔の老朽化により、構造物落下の危険性があるため、2020年12月3日から、当面の間、展望台へ登ることはできない。 強風などにより安全のため駐車場を含め公園全体を立ち入り禁止になる場合がある。展望塔の裏側、入り口フロアには自動販売機や鹿島港案内コーナーが設置されている。車、バイクの場合無料駐車場あり、鉄道の場合茨城県指定管理者制度、茨城県県営都市公園一覧。ありがとうございます。